あれ？気持ちいい。地獄の愛心情それだったっけ？すごい、あれ？ワンちゃんと一緒に楽しめる。深さが違うんですよ。本当だ。すげえ。あ、すごい。すごい。2年前来た時、多分このちっちゃい部屋だったからね。そうそう、もう一個の方の部屋。そうなんですよ。すごい。やったルナも入れるって。やったー、すごーい。これ、あ、足湯だ。うん、ルナやったよかったー、はい、ありがとうございます。いやー、やったね、ルナ。こっちだべさ、どう考えてもスリッパそこにあんだもの。そうです。わざわざ逆から開けるという。すごい。ルナ入るかな。ルナ入れちゃうんじゃない。大丈夫。ルナちゃん足湯、初の足湯です。ここが、そう、そっちが浅い。でもその深さなら大丈夫じゃないか。ルナどうですか。だね。これはすごいな。気持ちいいな。あったかいよ。いいね、ルナ。ほい。
これでまた長生きできる。二十歳まで生きようね。二人で温泉使ってるから。混浴ですね。足湯も入れるしね。それでは旦那様お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。はい、なーちゃんおめでとうって。はい、乾杯。乾杯。あー美味しいね。美味しいね、うん、よし、饅頭目を、うん、いや、てかここの部屋ほんと広くてびっくりした。すごいねえ、初めて泊まったんだけど、うん、びっくり。古川にこんないいお部屋あるんだね。きっと知らないだけでいいお部屋はもっとたくさんあるんだろうね。そうだね。だって部屋にマッサージチェアある温泉初めて来た、うん、私泊まったことはないね、確かにね、うん、入ってきた瞬間、広っと思ってびっくりしたけど、うん、マッサージチェアあると思ったらすごいテンション上がったすごい贅沢じゃない。だってマッサージチェアは書いてあったよ、楽天のあれに。ほんと、うん、でも足湯があるとは思ってなかったから。部屋に足湯あるのすごいよね、うん、ワンちゃんと一緒に入れますって言われた時すごい喜んだ。すごい嬉しかった。すごい嬉しかった。いやだってさ、足湯あったらルナも一緒に入れるよねって言いながらさ、うん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 、ここまで来たしょ。その時の様子がこちら。足湯があります。えぇ、ワンちゃんと一緒に楽しめる。えぇ、なので深さが違うんですよ、ね、ほんとだ。ルナよかったね。すげえ。あ、すごい。はい、こちらでございます。今からお風呂に行きます。タオルを持っていくみたいです。なるほど。ちゃんと男性用のセットと女性用のセットとか。ああ、なるほど。髭剃りと髪ゴムがついてるね。あ、なるほど。なんで、なんで。何が？あ、男性と女性がいることは宿の人の勘じゃないでしょうか。それでわかるってこと。多分男性と女性じゃないかなみたいな。これとこれ。そう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 。なるほどね。きっとね。勘です。長年の職業的な勘。いってらっしゃい。行ってきました。これ袋なんですよ。ああ。色がね。ね。ああ、はいはいはい。さ、じゃあ行ってきます。はい、行ってらっしゃい。
ではお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。乾杯。乾杯。ありがとうございます。乾杯。美味しいね、うん、いいね。お祝いの箸になっております。ありがとうございます。いただきます。なんかこれおしゃれだ。ジュレだよ、ジュレ。いただきます。いや、どれから食べていいか分かんないさ、こういうのって、うん、まず何から食べる。紅鮭ほぐし身寄せ、冬キャベツ、塩麹ソース、菜の花、沖縄節、上品、アマランサス入り卵。なんかこっちはさっぱりわかんない。美味しいことだけは間違いない。うーん、美味しい。ホタテのペーストの方も味噌とからしな、貝の方がハマグリになりまして、今日は田楽味噌とこんにゃく、もう片方の方がタケノコと木の芽のお味噌の方を合わせております。白味噌、お醤油と、大根のし、お砂糖でこれ失礼いたしました。具材の方は新徳の方の地鶏でございます。あの、ちなみにですね、今自分ちの YouTube を見ながら誕生日の宴をするという、ちょっとルナ、でもなんかね、食べ物には興味示さなくなったみたいで、ずっとここの肘掛けありがとうございます。いいえ、とんでもございません。すごい、ありがとうございます。私の飲み物でしょうか。私は食べれますか。何しに行ったの。皆さんのものではありませんよ。何しに行ったの。ねえ。多分さ、何でもさ、私の食べ物だと思うんだけどさ、父ちゃんが食べるものは私の食べ物だと思うんじゃない、きっと。ルナさん、それはですね、それはルナさんはお飲みになれないんですよ。酔っ払っちゃいますね。すいません。はい、ありがとうございます。ブレイズで頼んでいたスパークリングワインが到着しました。ネタバレ後に頼んでいたのに、はい、お誕生日おめでとうございます。乾杯。何回でも乾杯はする。あ、いいね、辛口で。うん。これは食事に合う。辛口のがいいですって。言ったらね。なるほど。そう。これは食事に合う。そうなんですよ。
これ飲むとさ、お祝いした感じする。そう。いいんだよ、このタイミングで。そう。結局。うん、そして、鯛めし。うん。お祝いだということを伝えると、無料で鯛めしにしてくれるんですよ。すごい、さつまいもがパイに変わるんだよね。ねすごいよね、めでたい。食べましょう。うん、食べましょう。誘ってください。はい。鯛めしなんて食ったことないな。うん。お祝いって感じするからさ。スーパーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいね。嬉しいですか。嬉しい。鯛めしいただきます。ごぼうがこぼれました。うん。すごい優しい味。うん、ルナは父ちゃんおめでとうって言ってるのかい？私にもちょうだいと言ってとしか思えないね。うん、めでたい。もしたご飯つもりなんです。嬉しい。嬉しい。よかったよかった。はい、アスカ鍋。そろそろ煮えてきたかと思います、うん、美味しそうですね。彩りがいいですね、うん、さあもう少しで出来上がりますので食べてみましょう、うん、いただきます。ああ、俺がキャンプで作るミルク鍋をすごい高級にした感じの味です。俺のミルク鍋、うん、あのミルク鍋っていうのも、うん、アスカ地方で作られているというのでミルク鍋って言うんですよって本に書いてあるんだよね。あ、そうなんだね。そうそうそう、知らなかった。そう、そういうあれは鍋です。へー。基本的に鶏肉と、うん、あのまあ、これは豆乳だけど牛乳と、うん、っていう風になっているので、うんうん、基本的に材料は一緒ですよ。ところが使っているお肉とかが高級なので、キャンプであの時食べたやつよりもね。キャンプで食べるというそのスパイスを加味しても、うん、なおこちらの方が高級な味がします。ありがとうございます。旦那様のミルク鍋もすごい美味しかったけど、ちょっとこちらも、うん、いただきます。食べてみてください。本物の、うん、プロが作った、うん、アスカの。つみれがすごい美味しい。でね、この辛み、うん、この味変でまた、あー、スープに深みが出ましたね。普段こんな食レポなんかできないんですけど。ずっとね、こうやって撮ってたらね、このね、うん、旦那様のね、右側にね、ずーっとマッサージチェア映ってんの。びっくりした、旦那様の右側に霊が映ってる感じ。ちょっとそれだったらちょっとなかなか言えないよね。そんなこと明るく言うなよ。そうこうやって撮ってさ、そのマッサージチェアでさ、誰か座ってるってなったらさ、YouTube に編集した時にさ、誰か座ってたらめっちゃ怖いよね。ちょっとそれそれお蔵入りだよね。ちょっと食べてみ。いただきます、うん、いやでもさ、部屋食だとさ、ずっとさ、ルナも一緒にいられるしさ、うんうん、ルナさんはずっとこんな感じで元気に今日は歩き回ってるけどね。寝ないのか、ね、夜爆睡だねきっとね。ご飯食べたらいつも寝てるのにね。でもさ、やっぱ一人で置いてくのかわいそうだけどさ、うん、こうやってずっと一緒にいてさ、ね、ご飯も食べられるのってありがたいね、うん、いや、美味しい。いただく、うん、ちゃんと温泊してた。ちゃんと温泊して一体のせいの方にその電池が水に綺麗にしてくな。
父ちゃんは？ハッピーバースデー、ありがとうございます。お誕生日おめでとう、ありがとうございます。いただきます。何これ、エンドレスになるやつなの。オフを押さないと。いや、すごい面白いね。今日はエニワの四つ葉のクローバーというとっても有名なケーキ屋さんのケーキにしました。なんかホールも美味しそうだよ。バナナのキャラメルソテー、クレープ包み一つとピスターシュ。いただきます。おいしい。どう？大人の味。甘ったるくない、うん、なんかケーキ食べると誕生日って感じするよね。ありがたい。
なってきた。暑くなってきた。はあ、はあ、ってきた。ね。上がるか。温泉入ったもんね。また来ようね。